タート5秒前4321ゴー。早い、とんでもなく早い。今まで一度もなかった。やりにくい、マジで。どうすりゃいいんだ。前を走る車と同じスピードで構内に侵入できないなんてことを今まで一度もなかった。タイヤとの接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほどコーナーではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だ。そんな車はこの世に存在しない。だったらコントロールできないアンダーステアより、コントロールできるオーバーステアを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。悪路を走るラリーの世界じゃ四輪ドリフトは基本だぜ。それにしてもよくついてこれるもんだ。振り切れそうで振り切れない。この雨がクセもんだ。俺でも正直雨は怖いぜ。クラッシュさせないための安全マージンをどれだけ取ればいいのか正確なところは誰にもわからないんだ。奴の方が危険を承知で攻めてきてるってことか。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいだな。凌介さんのアドバイスの意味が。エンペラーの京一さんのやり方ってなんだっけ。ストレートで追いつけって言われたけど、そんなの無理だ。どうすりゃいいんだ。
追いつけもしない相手に勝てるわけない。ストレートの後半でいくらか差が詰まる。ストレートの伸びだけはこっちの方が上だってことか。こんなの本当に初めてだ。パワーで勝ってコーナーで負けるなんて、なんか情けねえ。ストレス感じちまう。峠のダウンヒルでストレートで勝負するしかないなんて。スイスイ行き上がってだんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりたい。あ、そうか、京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことか。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。わかる。86のボディ全体から伝わってくる。濡れたアスファルトに食いついたタイヤが滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。アスファルトの上を流れる雨水の量までこの車ならわかる気がする。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回かせいぜい2回。ついてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速いのか。こっちだって頼りないフロントのグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。さすがの俺も怖えんだよ。理屈じゃない、本能ってやつだ。気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どういうわけだ。確かこういう展開だった。京一さんとのいろは坂でのバトル。コーナーでの勝負を捨てる。減速して早めに車の向きを変え、加速に移るタイミングを早くする。アクセルを踏む時間を少しでも長く取るんだ。怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕がヘッドライトを遮る。先行を選んだ一番の理由はそれが嫌だったからだ。ただでさえ見えにくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的なほど効かないはずなのに。
かれた。なぜだ、全く見えないはずの速攻になぜそんな正確に合わせられるんだ。化け物かよてめえは。俺の吹き上げた水煙で全く見えるはずのねえ速攻になぜそんな正確に合わせられるんだ。落ち着くんだ、ここはともかく冷静にならなきゃな。焦ってリズムを狂わせたら命取りだ。どんなにくっつかれていたって抜かれることはない。負けない作戦に切り替えていきゃいいんだ。煙で視界はほとんど効かない。だけど不思議と怖さは感じない。嫌な感じだぜ。さっきから何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンに伝わってくる。この狭いコースに雨だ。何考えてやがる。無茶なことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ここだ。コーナーの速い相手にカウンターは無理か。いや、もう一回この先の連続コーナーのどこかでもう一度。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。また少し離された。やっぱカウンターはダメだ。通用しない。でもそれじゃウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くっ、この先のフラットなストレートが俺にとっては最大の泣きどころなんだ。
意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。どんな手を使ってでも絶対2本目にもつれ込んでみせる。ゴール直前のこのストレートがあったんだっけ。行こうと思えばチャンスはある。だけどなんか引っかかるんだ。コーナーで2度負けで直線で抜いたって、そんなんで本当に勝ったって言えるのか。それで凌介さんは褒めてくれるのか。わかんないけど、もう時間がない。迷ってる暇はない。どうする、行くか、あえて仕掛けずに2本目に持ってくか、どっちが正解なんだ。ボディは使えねえんだよな。道路の真ん中にいても左右にスペースができちまう。こんなやり方は不本意だが、進路は譲らねえぞ。どっちなんだ、凌介さんが望む勝ち方はどっちが正解なんだ。左か。俺の前には出さねえぞ。こっちだって仲間内のメンツってもんがあるんだ。そこまでやるのか。そっちがそのつもりなら。なんだ、匠の86が消えた。消えた、86がミラーから消えた。バカな、ありえねえ。ついさっきまでぴったりとヘッドライトが張り付いていたはずだ。わけがわからねえ。